デンハーグにある庁舎中央統計局はオランダ政府の統計機関。オランダでは略して CBS とすることが多い。日本では国名を冠してオランダ中央統計局と表記することがある。オランダの中央統計局は1899年に設立された。2004年1月3日以降は独立組織であるクアンゴとなっている。経済省に属しており、 庁舎はデンハーグとヘールレンにある。主に経済成長、消費者価格、個人、世帯の収入、人口、失業などの統計資料を収集している。中央統計局は計画を遂行するが、その計画は中央統計委員会の承認を得る必要がある。この独立した委員会は1996年制定の 中央統計局及び中央統計委員会に関する法律に従い、中央統計局の公平性、独立性、質的水準、妥当性、持続性を監視しなければならない。例えば、日本の外務省公式サイトのオランダ王国基礎データでは、オランダ中央統計局となっている。2012年11月26日閲覧。ありがとうございます。